皆さんこんにちは、いきまいプラス丹羽光代です。さあ今回はご覧の項目をお伝えします。まずはニュース、蟹市の出来事です。7月7日文化創造センターアーラで蟹市ジュニア音楽祭が開催されました。これは蟹市を中心に活動するジュニア世代の7団体が演奏を披露するものです。通常のコンクールや演奏会とは違い、順位や賞を決めることはなく、若い世代による自由で個性豊かな演奏が披露されました。会場には多くの観客が来場し、若々しい力強い演奏を堪能しました。20日東片平の薬王寺で環境学習塾大賀ハス祭りが開催されました。鳩吹山を緑にする会が講師を務め、里山散策や植物観察を通して里山について学ぶとともに虫捕りなどを楽しみました。薬王寺を中心とした里山には多くの植物が生い茂り、カブトムシやクワガタムシなど多様な生き物が生息しています。子どもたちは講師の話に耳を傾けながら自然と親しみました。また大賀ハスの茎をストロー代わりにしてジュースを飲むゾウビハイを体験しました。強い日差しの下、子どもたちの声が元気いっぱいに響いています。そして岐阜ワールドローズガーデンではキッズサマー期間として水遊び、わんぱく広場などのイベントを開催しています。霧のプレリュードが夏限定で水遊び場に変身。水深が浅いので小さなお子様でも安心して遊べます。またウォータースライダーやスプラッシュバスケットなど遊びアイテム満載の水の遊具で思いっきり水を浴びながら遊ぶことができます。こちらの水遊び場のイベントは9月16日まで開催していますが、8月26日以降は土日祝日のみの開催となります。そして花のミュージアム前にはひまわりの花が咲き誇っています。今年は15品種の個性豊かなひまわりを集めたガーデンが来場者の目を楽しませてくれます。お盆あたりが一番の見ごろとなるよう植えられているということです。ひまわりはこれからが見ごろということですね。楽しみですね。さあ続いては掲示板です。ご覧の項目についてお伝えします。高齢福祉課では相談員を募集しています。勤務期間は10月1日火曜日から令和7年3月31日月曜日までです。勤務場所は高齢福祉課、採用人数は1人です。履歴書を高齢福祉課まで直接または郵送で提出してください。申し込み締め切りは8月20日火曜日です。詳しくは市ホームページをご覧になるか高齢福祉課までお問い合わせください。新年度のキッズクラブの入室に関する事務を行う一般事務職員を募集します。勤務期間は11月1日金曜日から令和7年2月28日金曜日までです。勤務先は子育て健康プラザマーノ、採用人数は1人です。履歴書を保育課まで直接または郵送で提出してください。申し込み締め切りは8月23日金曜日です。詳しくは広報課に8月号または保育課までお問い合わせください。続いてプラスの視点、蟹郷土歴史館で開催中の企画展、土に込めた祈り、縄文から古墳を紹介します。今回の展示は夏休みに合わせて子どもからお年寄りまで楽しんでもらえるような展示にしたいとの思いで企画されています。古代より変わった形のものには何かしらの祈りや思いを込めていたと考えられています。今回の展示は
岐阜県内で出土した縄文時代から古墳時代の不思議な形。なぜこの形にしたのだろうと思えたりするものを展示しています。当時の人が何を思って形を作ったり描いたりしたのか想像してみてはいかがでしょうか。ネズミのようなものをつけた土器、ムカデのように胴が長い生き物をつけた土器、不思議な動物を縄文土器につけています。土器にこうした文様をつけることは大変珍しいので、何かしらのおまじないや神や祖先を祀るようなことに使われたのかもしれません。こちらのムカデのように見える生き物は尾の数がまちまちで、顔はネズミのようにも見えます。これら動物は北陸や信州の影響を受けていると考えられています。東町大遺跡は住居やお墓などいろいろな遺構が見つかった遺跡で、その中で先刻により絵を描いた土器が出土しています。鹿や犬などの動物や建物が描かれていて、それぞれに絵を描いた意味があると考えられます。また公園部にはシャーマンと思われる人物が描かれています。宮の脇7号墳は一辺がおよそ14メートルの方墳で、これまで蟹市内では古墳時代中期の古墳が見つかっていませんでしたが、初めてその時代の古墳が見つかりました。昨年度掘って出てきた古墳の資料で、今回が初展示となります。円筒埴輪は人の代わりに古墳に並べて亡くなった人を守ったと言われています。中濃地域や東濃地域も含め、この時代の埴輪は珍しいので、ぜひ見ていただきたいですね。土に込めた祈り、縄文から古墳は9月16日月曜日祝日までです。展示を見てクイズに答えると素敵なプレゼントがもらえる小学生のクイズも用意しています。ぜひチャレンジしてみてください。また8月17日土曜日にはギャラリートークもありますので、ご家族みんなで蟹郷土歴史館を訪れてはいかがでしょうか。続いて広報斜め読みです。市が毎月さまざまな情報を届けている広報蟹、今回は8月号に掲載している記事をピックアップしてお伝えします。さあ、まずは4ページ下、子育てサポーター募集のお知らせです。乳幼児学級、家庭教育学級での託児ボランティアを随時募集しています。時間は平日の午前中のうちの2時間、場所は地区センター、幼稚園、保育園、小学校、中学校です。対象は18歳以上、子育て支援課や地区センターにある申請書を子育て支援課にご提出ください。そしてその横、キッズクラブボランティア募集のお知らせです。遊んでいる子どもたちを見守りませんか。場所は市内キッズクラブで、対象者は中学生以上です。保育課窓口にボランティア登録表を提出してください。次は10ページです。おいしく母教室についてです。口腔機能向上、栄養のある食事などについての講話です。2回コースでじっくり学ぶことができます。期日、場所、申し込み締め切りはご覧の通りです。広報蟹か市ホームページでご確認ください。定員は抽選で各回30人、申し込みフォームまたは電話で申し込んでください。同じく10ページです。福祉センター指定管理者を募集についてです。指定管理期間は令和7年4月1日から
2012年3月31日までです。現地説明会を8月23日金曜日午後2時から福祉センターで行います。詳しくは市ホームページをご覧ください。次は11ページです。カニッコ海外交流訪問団帰国報告会についてです。夏休みにオーストラリアを訪問した中高生が学校体験やホームステイ、自然学習などの体験を報告します。報告会には誰でも参加できます。8月24日土曜日午前10時から総合会館で行います。その隣です。住宅の無料耐震相談会についてです。木造住宅の耐震化に関する困りごとについて相談できます。9月2日月曜日から4日水曜日まで、時間は午前9時から正午までと午後1時から4時までです。市役所1階展示コーナーで行います。続いて11ページ下の段です。市営住宅の入居者募集のお知らせです。募集住宅は瀬田住宅で1個、新金山口住宅で2個です。入居予定日は10月1日火曜日で、申し込み期間は8月13日火曜日から30日金曜日までです。詳しくは施設住宅課にお問い合わせください。2ページ3ページに紹介されている清流の国岐阜文化祭2024については、8月31日放送のこの番組で詳しく紹介する予定です。広報課にが手元にないという人は市役所各地区センターなどにありますので、ぜひ一度手に取ってみてください。またパソコンやスマートフォンでも読むことができます。 QR コードを読み取って市ホームページの広報課にでご覧ください。以上、広報斜め読みでした。最後はこちらの映像でお別れです。ニュースでも紹介しましたが、20日に撮影した薬王寺の大賀ハスです。今年も大きな花を咲かせました。とっても綺麗ですね。さて、次回の生きまいプラスは、地域ならではの子育て情報をお伝えする子育てナビ、おぎママの子育て相談会の模様をお送りする予定です。ぜひご覧ください。それでは今回はこれで失礼します。